皆さんこんばんは。5月2日日曜日 NTV の時間です。さあ、日本はゴールデンウィーク大型連休に入りましたよね。アメリカはそういったものがないのでちょっと寂しいなぁなんて思うんですけれども、皆さんゴールデンウィークの由来ってご存知ですか？実はこれかなり映画に関係したものなんです。1951年にこの時期に公開された映画がお正月やお盆の時期を超える大ヒットとなって記録的な動員数だったんだそうです。でそれ以来映画業界の人たちの間ではこの時期は映画が儲かるのかもしれない、黄金の1週間かもしれないというような、噂が広まって、この時期を目指していろいろな映画を作ろうというふうになってったんだそうです。でしかもゴールデンウィークと命名をした人が当時の大英の専務だったということですから、まさに映画用語なんですよね。皆さん最近映画館に映画見に行ってますか？行ってないなーなんていう方、ぜひね、そんな意味のある1週間ですから、たまには映画館で楽しい時間過ごしてみてください。私も明日か明後日あたり行こうかななんて思ってます。さあ続いては11月にハリウッドで上演される時代劇アクションうつうつの話題です。これは劇団いきによって主催され、日本人俳優たちが英語と日本語両方で舞台の上演をすることになっています。今回はそのプロデューサー、ディレクター、そして役者でもある山北隆二さんにインタビューを行いました。どうぞご覧ください。今年11月にハリウッドで時代劇アクションうつつの公演が行われます。この作品は2008年東京の恵比寿エコー劇場で公演され好評を得ました。舞台の内容は江戸時代の人々の貧困生活、制度、しきたりなどを背景に架空のヒーローを通じた人間愛が展開されます。ハリウッドでの公演は1週目は日本語、2週目は英語で上演されます。出演は日本からの俳優、ロサンゼルスで活躍する日本人俳優たちです。先月本番に向けたアクションのトレーニングがウエストウッドパークで行われていました。このプロジェクトの監督、プロデューサー兼俳優が山北隆二さんです。きついんですけど自分のためなんで、はい、頑張りたいなと。これですよね、はい、血と汗の、結晶かなと思うんですが、はい、飛ばして飛ばして、はい、ここ後ろ倒すから、はい、練習中俳優たちに厳しい指導を行っているのがアクション監督で立石の田淵圭也さんです。10% くらいだと思いますね。正直これから5ヶ月ですか、練習をしていればね、だいぶ精度は上がると思います。素質ない方々じゃないんで、みんなそれなりに動いてますし、筋力もあるし、気持ちもあるんでね、続ければもう全然良くなると思います。なかなかね、皆さんこっちでやってるのもなかなかそういった時代劇に接することってないと思うんで、なんか今後もっと本当のその時代劇の良さとか見せてアピールしていきたいかな、伝えていきたいなと思いますよね。11月の本番に向けて練習がスタートし、みんな練習に力が入ります。あんま難しいこといらないんで、見た人が泣いて帰れるような、で非常にシンプルであって、現代の人間たちに持ってないすごい不自由さの中でしかない深い愛情だったり、人を思う気持ちだったりっていうのがストレートに表現できるのが時代劇かな。でなおかつ僕がそこに手助けできるのはもう盾しかないん でこの盾を武器に隆二さんと組んで、どうせやるならちょっと盾もすげえのやってやろう、日本の大きい舞台でもやってないような、映画でもやってないような
もうそれだけ見てる人がゾッとしてね、涙出ちゃうぐらい激しくかっこよく強い悲しい、これを縦で表現できればなと、まあ、こう今頑張ってやってるところです。